これもう菌がずっと止まっちゃうので、はい、で、雪が溶けた後だともう間に合わないですよね。そう、はい、あの実際には定食1ヶ月前って言いますけど、どうしても暖かくなってから本格的に効いてくるんで、雪が降るんだったらその前でいいわけですよね。その辺はやっぱりあります。で、まあ、あと肥料の量はどういう栽培をしていくかによって違うので、何を作っていくのか、でどうしても僕たちの25体っていうのはある程度たくさんの収入を考えてますね。数量、おじいさんがよく言ってた、あの、まあ、キュウリを10アール30トン取るとか40トン取るとか言ってましたけど、まあ、量でやっぱりあの経営のことを考えてるようですね。それはやっぱりこの例えば自然栽培無農薬でやって、売り先が決まってるだったらそれはすごいいいと思います。やっぱりその今、まあ、売り先のない農業を始めるという面ではどうしてもそのいきなり量を少なくてやるのはまず多分買ってくれない、あのやめちゃいます。嫌いですよ、最初から5体で入れて変わらないからやめるんで、大体ほとんどそんな人多いです。あのそれでまた戻ってきたりとか、結局どの肥料を使っても一緒なんですよね。もう量が少ない、そうだったらもう本格的にもう何も本当に入れなくて買った草だけでやるっていう、うん、まあ、時間はかかるけど、まあ、あんまり買わないですね。スピードの違いなんで、キライスを入れる、まあ、あの堆肥を入れるっていうのはその他に土を作っていく過程を早めるだけですので、あの時間があればそれはいいですけど、まあ、草も、まあ、刈らないといけなかったり、はい、結局高温、まあ、あの高温するとどうしても畑の管理が楽なんで皆さん高温すると思うんですけど、まああのまあ、高温する高温しないもありますし、うちのお客さんでも福岡でやってる方ももちろん見えますから、まあ、やり方によってはどうしても肥料も、まあ、福岡の方がちょっとどうしても肥料を減らせるかなというところはどうあの言えることですよね。どうしても耕さないので、部分